ヨハネス・グーテンベルクの印刷機を再現したもの、カーソンの国際印刷博物館にて、印刷機とは、紙や布などの印刷媒体上に置かれている、インクと装面に圧力を加え、それによって、インクを転写する、機械装置である。インク転写のために媒体が繰り返しブラシが消されたり、すられていた旧来の印刷手法に対して、印刷機は劇的な改善を見せることになり、 印刷プロセスを加速させた。一般的に文書で使用される印刷機の発明及び世界的な普及は紀元2000年期における最も影響力のある出来事の一つである。金細工職人のヨハネス・グーテンベルクは既存の技術を印刷目的に適合させた独自の発明をすることで1439年頃に活版印刷システムを開発した。東アジアでの印刷は 東大以降に普及しており、ヨーロッパでは14世紀までに既存のスクリュープレスに基づく木版印刷が一般的となった。グーテンベルクの最も重要な技術革新は手込みされた金属製の印刷模型の開発で、それにより可動式の活字を基本とする印刷機システムを製造した。彼の新たに考案したハンドモールドは精密かつ迅速な可動式金属活字の 大量制作を可能にした。ヨーロッパではまだ稼働式活字が知られていなかった。ヨーロッパではハンドモールドと印刷機の二つの発明が一体となって特に短期間の印刷稼働で書籍や文書を印刷するコストが大幅に削減された。印刷機は数十年経たぬうちにヨーロッパ12カ国200以上の都市に普及した1500年までに 西ヨーロッパ全域で稼働している印刷機はすでに2000万冊を超える量を生産していた。16世紀には印刷機がさらに遠くに広がり、その生産量は10倍に増えて推定1億5000万から2億部数もの文書がすられた。印刷機の創業は印刷企業と同義語となり、新たな表現及び情報伝達を行う印刷機を使ったメディアにプレスという名称が与えられた。 ルネサンス期のヨーロッパでは、可動式活字の印刷機械の到来が、マスコミュニケーションの時代をもたらし、それは、社会構造を恒久的に変容させた、情報及びアイデアの比較的垣根がない流通は、国境を越えて、宗教改革では大衆を魅了し、政治的権威及び宗教的権威の力を、脅かした、識字率の急上昇は教育と学習における、 学識エリートの独占を破り、新たな中流階級を強化した。ヨーロッパ全域で民族の文化的自己認識の増大が原始ナショナリズムの台頭をもたらし、ヨーロッパの各自国語の発達によって、ラテン語のリンガフランカとしての地位喪失が加速していった。19世紀に主導のグーテンベルク型印刷機を蒸気機関の臨天機に置き換えたことで産業規模での印刷が可能になった。 中世大学の授業風景ヨーロッパにおける中世、後期社会の急速な経済的かつ社会文化的発展は、グーテンベルクの改良版印刷機にとって好ましい知性的状況及び技術的状況を生み出した。新たに起こった資本主義の企業精神は、中世の製造モデルにますます影響を及ぼし、経済的思考を促進して伝統的な作業プロセスの効率を改善した。 中流階級全体で中世の学習及び識字能力が急激に高まったことで本の需要が高まり時間のかかる手書きによる複製の方法では対応できなくなっていた印刷機の発明につながった印刷機以前の技術には紙の製造、インクの開発、木版印刷、メガネの配布などがあった同時に多くの中世の工業製品や技術工程が成熟レベルに達して それらを印刷目的に転用できる可能性が出てきた。グーテンベルクは遠く離れたこれらの糸同士を寄り合わせ、完全で機能的な一つのシステムに統合し、そして自身の多くの発明及び革新を付け足すことにより、印刷工程をその前段階を通して完成させた。初期の近代的なワインス作機。こうしたスクリュープレスはヨーロッパで幅広い用途に適用され、 グーテンベルクに印刷機のひな型を提供した。平らな面に直接圧力を加えることを可能にした。スクリュープレスは、グーテンベルグの時代には、すでにかなり古くからあるもので、幅広い作業に使用されていた。ローマ人によって、西暦一世紀に導入されると、それは、地中海地方や、中世の食事に欠かせないものとなっていた。ワイン用ブドウやオリーブの輸料種子を圧作するため、一般的に、 農業生産で使われた。この装置はまた極早期から、都市部では脱線加工の布地プレスとしても使用された。また、14世紀後半より新生ローマ帝国に普及して、同じ機械原理で稼働していた、静止プレスからグーテンベルクは着想を得たのかもしれないとする説もある。グーテンベルクは、スクリュープレスの基本的設計を採用し、それによって印刷プロセスを機械化した。とはいえ、 印刷はプレス作業とは全く異なるものを機械に要求する。グーテンベルクはプラテンによって紙にかかる大圧力が直ちに均等になりかつ必要とされる急な弾力性で加わるようその構造を適用させた。印刷工程をスピードアップするため彼はシートを素早く交換させることが可能な平たい。表面を備えた可動式の土台机を導入した。可動式活字は 活字ケース内にて分類されており、上に置かれた組半ステッキの中に装填されていく。可動式活字の概念は15世紀には新しいものではなくなった。可動式印刷は壮大に中国で発明され、後に韓国で高麗時代に使用され、そこでは1234年に可動式金属活字の印刷技術が開発された。ヨーロッパでは個々の文字を再利用して、 文章を作成するという考えのタイポグラフィの原則が、グーテンベルク以前の12世紀以降あるいはおそらくそれ、以前からよく理解されており、実際に採用された物証も散発的に存在している。知られている例はドイツからイギリスやイタリアにまで及ぶ。しかしながら、そこに採用された様々な技術は広く受け入れられるようになるために必要な工夫や効率性を備えていなかった。 グーテンベルグは、組版と印刷を二つ別々の作業段階として扱うことにより、その工程を大きく改善した。金細育士を職とする、彼は現在でも使用されている、印刷目的に適した鉛主体の合金から自分の活字編を作成した。金属文字の大量生産は、彼の主要な発明である特別なハンドモールドと、母型によって達成された。 ラテン文字のアルファベットはこの工程において非常に有利である。なぜなら、標語文字の書式体系とは対照的にアルファベットなら理論上は最小、約にダースの異なる文字がありさえすれば文章を作ることが可能な活字設定である。印刷を促すもう一つの要因は、ローマ時代に始まったコデックス形式で存在する本から生じた、印刷以前の本の歴史における最も重要な 進歩を考えてみると、コデックスが中世初頭に古代の巻物を完全に置き換えた。コデックスは巻物形式よりもかなり実用的な利点がある。それは読むのがより便利であり、よりコンパクトで、より安価であること。そして特に巻物とは違って、紙面の表裏を書き込みに、印刷のために使用することができる点である。著名な42行聖書の紙製コデックス。 グーテンベルクの主要作品4番目の発展は、静止手作業の機械化で、中世の静止業者が早い時期に成功したことである。最初の確かな証拠は1282年に、遡るが、水力を使った静止工場の導入は生産の大幅拡大を可能にし、中国人やイスラム教徒の静止業双法の特徴である骨の折れる手工芸を置き換えていった。 製紙センターは13世紀後半にイタリアで増殖し始め、紙の価格を用皮紙の6分の1に減らし、その後さらに下がった。1世紀を経て、製紙センターはドイツにも及んだ。にもかかわらず、紙の最終的な飛躍的進歩は、稼働型かつ人札の急速な普及に大きく依存したようである。特筆すべきは、品質の点で、他のどの筆記素材よりも優れている。 フィ紙のコデックスがグーテンベルクの42行政書の版にまだかなりの割合を占めていたことである。多くの実験を行い、紙を浸すことでグーテンベルクは伝統的な水性インクが引き起こす難題をどうにか克服し、金属活字の高品質印刷に適した油性インクの処方を見つけた。初期の印刷機、ウィリアムスキーインによる 初期タイポグラフィからの同伴がこの1568年の基画側、左側の印刷職人が印刷機からページを外している間に、右側の職人がテキスト箇所にインクを塗っている様子を描いたもの。このような二人組で一営業日あたり1万4000回の手動作に達することがあり、その工程で約3600ページが印刷される。印刷機は、 その古典的形状では、長さ1.5から2.1メートル幅0.9メートル、高さ2.1メートルの自立機械である。活字として知られる小さな個々の金属文字は、食事項によってテキストの書紋の行に設定されることになる。数行のテキストが一度に配置され、ゲラと通称される木枠に配置される。ページ構成の正確な順序が組まれると、ゲラは、 フレーム内に表向きに置かれ、それは組版として知られる。それ自体は平らな石次の上に置かれる。テキストは取っ手に取り付けられたインニクのボールを使ってインクを塗られる。ボールは犬の皮でできていて、そこに羊毛を詰めてインクにまみれさせたものである。このインクはその時テキストに無駄なく塗布される。それから水気を含んだ一枚の用紙がたくさんの紙から取られてチンパンの上に置かれた。 用紙が湿っているのは、活字がより紙にしっかりと噛みつくようにするためである。小さいピンで用紙を固定すると、その用紙は今やフリスケットとチンパンの間に留め置かれる。これらは折りたたまれて、用紙はインクのついた活字表面の上に横たわる。ベッドのバンバンはウィンドラス機構を使用して、プラテンの下に転がされる。これを行うために、 ダウンスと呼ばれる小さな回転ハンドルが使用され、印刷はプラテンを通して圧力を伝達するネジで行われる。ネジを回すためには、それに取り付けられている長いハンドルを回す。うまく設定されている印刷機だと、用紙、フリスケとチンパンの弾力性がバーを跳ね返させて、プラテンを上昇させ、ウィンドラスがベッドを元の位置に戻すために再び向きを変え、 チンパンとフリスケットが上昇して開くと印刷されたシートが取り除かれることになる。そうした印刷は常に手作業で行われた。1800年頃以降に鉄製の印刷機が開発され、そのうちのいくつかが蒸気機関で運用できるようになった。左画像にある印刷機の機能は1872年にウィリアムスキーによって次のように記述されている。このスケッチは 印刷機の完成した形を描いたもので、キャリッジの端にチンパンが取り付けられ、チンパンの髪型にフリスケットがついている。チンパンは内側も外側も薄い鉄のフレーム枠で、一方が他方にちょうどフィットして、それぞれの上に用紙の皮または細い幅の布が広げられる。数枚の用紙を入れた1枚か2枚の羊毛毛布がこれらの間に置かれ、従って全体が 弾力のある薄いパッドを形成し、その上には印刷されることになる紙が置かれる。フリスケットは粗い紙で覆われた、細い枠組みで、その上に一冊が最初に取られる。印刷された部分全体が切り取られると、印刷機のキャリジー上には、活字のページに正確に対応する開口部が残される。フリスケットはチンパンの上に折りたたまれ、両方とも活字組版をひっくり返して、 プラテンの下に入り込み、用紙がインクで塗られた活字の表面以外のものと接触しないように保護する。ネジを下げさせて、プラテンに印刷を実行させる引き時は、レバーを操作する印刷工によって行われる。そのものには、バーの熟練者という冗談メいタ称号が与えられている。活版印刷も参照印刷機におけるヨハネス・グーテンベルクの仕事は、以前に、 宝石カットで指導を受けた男性、アンドレアス・ドリツェーンや、製紙工場のオーナーである、アンドレアス・ハイルマンと連携した1436年頃に始まったとされる。しかし、グーテンベルクに対する訴訟が起こる1439年まで、公式記録の存在は見当たらない。目撃者の証言では、グーテンベルクの活字、金属の在庫、 そして彼の活字の異形について議論されたかつてプロの金細工職人として働いていたグーテンベルクは職人として学んだ金属の知識を巧みに利用した。彼は鉛、鈴、アンチモンの合金から活字を作った最初の人物で、それは高品質に印刷された本を生産する耐久性のある活字を製造するために重要であり、他のあらゆる基地の材料より、 はるかに印刷に適していることが判明した。これらの鉛活字を作成するため、グーテンベルクは彼の最も独創的な発明の一つと、みなされている均一なテンプレートから新しい活字ブロックを素早く正確に成形することができる特別な母型を使用した。彼の活字ケースには約290個に分けられた文字箱があったと推測されており、その大半は特殊文字、 工事、苦闘点などのために必要とされた。グーテンベルクはまた、以前使用されていた水性インクよりも耐久性のある、油性インクを導入したとされる。印刷材料として、彼は紙とベラムの両方を使った。グーテンベルク聖書の中で、グーテンベルクは一部のページ見出しのために、カラー印刷の試みを行っており、一部の冊子にのみ、存在している。後の作品、 おそらくグーテンベルクによって設計されたが彼の後継者ヨハンフストとペーター・シェッファーの下で出版された1457年のマインツ紙編では赤と青でイニシャルが成功に印刷された印刷機の普及が情報やアイデアの広範な流通を促進しそれが到達した社会を通じて変化の主体としての役割を担う時に印刷革命が起こった15世紀における ドイツのマインツ氏を起点とする印刷物の普及ヨーロッパの書籍生産量は四世紀も経たないうちに数百万冊から約十億冊にまで増加した可動式活人刷機の発明はほんの数十年以内にヨーロッパ全域での印刷活動を激増させたドイツのマインツにある単一の印刷所を起点に印刷は十五世紀の終わりまでに中央ヨーロッパ、西ヨーロッパ および東ヨーロッパの約270都市に普及した。1480年には早くも、ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、オランダ、ベルギー、スイス、イギリス、ボヘミア、ポーランドの110カ所で活発な印刷所があった。この時期から印刷書籍はヨーロッパで普遍的に使用されていたと推定されている。印刷初期の中心地であるイタリアでは、 1500年までに77の市と町に印刷所が設立された。次の世紀の終わりには、イタリア国内151の場所で一度に印刷が行われ、合計で約3000台の印刷機が稼働していたことが分かっている。この急増にもかかわらず、印刷の中心地がすぐに登場した。そのため、イタリアの印刷業者の1、3がベネツィアで出版していた。1500年までに、 西ヨーロッパ全域で稼働している印刷機はすでに2000万部以上を生産していた。次の世紀に、それらの生産量は10倍に増えて推定1億5000、万から2億部数になった。1600年頃のヨーロッパの印刷機は、1営業日あたり約1500部数を生産することができた。比較すると、東アジアの書籍印刷は、印刷機を使用せず、木版印刷のみで行われていた。 エラスムスの作品のうち少なくとも75万部が彼の一生の間に販売された。改革の初期に大量印刷の革命的な可能性は君主たちや教皇庁を一様に驚かせた。1518年から1524年の間にドイツだけで本の出版が7倍に急増した。1518年から1520年の間にルターの小冊子は30万部の印刷物で、 配布された。活字テキストの生産が急速で単価が大幅に下がったことで、最初の新聞が発行され、最新の情報を一般講習に伝えるための全く新しい分野が開けた。ヨーロッパや北、アメリカでは16世紀以前の印刷物インキュナブラが多くの図書館によって収集され、現存している。モダンブックプリンティング彫刻は、グーテンベルクの発明を記念して、 ドイツでの 2006FIFA フフワールドカップの際に制作された印刷機は、また、広く反布される。学術雑誌の創刊を通じて、自分たちの発見を容易に伝えることが可能となった。科学者のコミュニティ設立の要因となり、科学革命をもたらす手助けとなった。印刷機のおかげで、著作者がより重要となり、有利となった。誰が何を語ったり書いたりしたのか。 そして正確な系統論述及び構成の時期はどうだったかが突然重要になったのである。これは参照の正確な引用を可能にし、一人の著者、一つの作品、一編の情報というルールが出来上がった。以前は、例えばパリで作られたアリストテレスの複製はボローニャで作られたものと全く同一ではないので、作者はそれほど重要ではなかった。印刷工程によって、 同じ情報が同じページに収録されることが保証されたため、ページ番号、目次及び作品が一般的になったが、それらは以前は知られていなかった。読書のプロセスも変化し、口頭での朗読から静かで、個人的な読書へと何世紀にもわたって徐々に移行していった。その後200年間で印刷物が広く利用可能なったことが、ヨーロッパ全域における、 成人の識字率を劇的に上昇させた。印刷機は知識の民衆化に向けた重要な一歩となった。印刷機の発明から50年、または60年以内に古典的な法令集全体が再版され、ヨーロッパ全域で広く交付された。より多くの人々が新旧療法の知識にアクセスして、より多くの人々がこれらの作品について議論できるようになった。 書籍制作はより商品化され、最初の著作権法が可決された。その一方で、印刷機は間違いかもしれない情報のルフを許してしまったとして、批判を受けた。この知識普及の二番目の成果は、大半の出版物の言語として、ラテン語が使用されなくなり、各地域の固有の言語に置き換えられて、出版物の種類が増えたことである。印刷された単語は、 これら現地語のスペル及び公文を統一して標準化するのにも役立ち、事実上それらの変動性を減少させた。反ヨーロッパのラテン語とは対照的な各国語の重要性のこの高まりはヨーロッパにおけるナショナリズム対等の原因の一つとして挙げられている。印刷普及の3番目の結果は経済で起こった印刷機はより高いレベルの都市成長と関連があった。 貿易関連のマニュアルや複式簿記のような技術を教える本の出版は貿易の信頼性を高め承認ギルドの減少と個人貿易の増加をもたらした産業革命の黎明期ではグーテンベルク型の手動印刷機の構造は基本的に変わっていなかったがその構造における新たな材質が他の革新もある中印刷効率を徐々に改善していった1800年までに スタンホープ伯爵は完全に鋳鉄で印刷機を作り必要な力を90%に減らして印刷面積を2倍にした1時間あたり480ページという容量でスタンホープ印刷機は旧型印刷機の出力の2倍になったとはいえ伝統的な印刷方法であるがゆえの限界が明らかになってきた蒸気機関で動くフリードリヒケーニヒの印刷機 1814年2つのアイデアが印刷機の設計を根本的に変えた。一つ目は機械を動かすための蒸気機関の使用。二つ目はシリンダーの回転運動による平らな台の置き換えである。両要素は1802年から1818 18年の間にドイツの印刷工フリードリヒケーニヒによって考案された一連の印刷機設計において初めてうまく実装された。 1804年にロンドンに引っ越すと、ケイニヒはすぐにトーマス・ベンスリーに会い、自身の事業のための財政支援を1807年に確保した。1810年に特許を取得して、ケイニヒはハンドプレスによく似ていて、蒸気機関に接続された蒸気印刷機を設計した。このモデルの最初の試作は1811年4月に行われた。彼はドイツ人工学技師、 アンドレアス・フリードリッヒ・バウアーの支援を受けて機械を製造した。1814年にケニヒとバウアーは1時間あたり1100部を印刷可能な最初の2つのモデルをロンドンでタイムズ紙に販売した。それで印刷された最初の版は1814年11月28日のものである。彼らは続けてシートの両面に一度に印刷可能な初期モデルを完成させた。 これは新聞を大衆に利用可能にする長いプロセスの始まりとなり、1820年代から製本の性質が変わって、タイトルやそのためたデータのより大きな標準化がさらに進んだ。彼らの会社系に比比バウアー AG は、現代でもなお世界最大の印刷機メーカーの一つである。1843年にリチャード・マーチ法によって、 米国で発明された上機動力の輪典印刷機が1日に何百万ページもの部数を印刷可能にした。ロール紙への移行後、印刷物の大量生産は活気を取り戻した。というのも連続休止は印刷機の稼働ペースをはるかに早くすることができるためである。1930年代後半、または1940年代初頭までに、 臨庭印刷機の効率は大幅に向上した。プラテンの平イラ印刷機モデルは、1時間に2500から3000部の印刷を実行する能力があった。また19世紀半ばには、住所付請求書、レターヘッド、名刺、封筒といった小さい紙片へ印刷できる、小型印刷機こと刃物印刷機が別々に開発された。刃物印刷機は、早い生涯と早い生産が可能だった。 刃物印刷は、現時点で、合理的な費用代効果の高い商業用コピーの解決法として注目されることになった、注釈出典出典で、名前、年となっている書籍。ありがとうございます。